ウイルス研究を始めて早1ヶ月、うわ立ってないか、まあ、そんなどうでもいい話は置いといて、連盟員のベラさんという方から一通のメールが届きました。あ、そういえば連盟、528サーバー GKD、募集していますので、連盟気になる方は加入してみてください。一緒にゾンビ生活楽しみましょう。ということで、この戦闘記録なんですけども、真ん中見てください。ウイルス耐性十分と書いてありますね。現在の耐性が9250、相手のゾンビが9100。まあこれはよく、見る項目なんで、それで次ですね。これ戦力あれと思って、ベラさんが 4.4M なんですけど、相手のゾンビが 14.6M っていうことで、3倍ぐらいの差がある戦力差の相手に勝てるっていう、この謎のっていうか、自分こんなん知らなくて、1軍でばっかりゾンビ倒してたんですけど、これすごいですね。ウイルス耐性で、バフがつくのかちょっと自分わかんないんですけど、これは、やはりシーズン1は、積極的に耐性を上げたくなるの分かりますね。上げれば、最高です。あんまうまく言えないけど、これすごいな。その戦闘の様子、お借りしたので、見てみましょう。これが、ウイルス耐性十分な、ゾンビを倒した映像ですね。はい。戦力差があっても、ウイルス耐性を上げていれば、なんてことないですね。自滅行為と出て、あろうが、いまいが、余裕っていう感じで、これで思いついたんですけど、ちょっと自分も検証したいなと思って、どこまでいけるのかっていうのが。で、これは、耐性がもう少し、4ダメマイナス 4% で少し足りないっていう状況でもいきなり負けてしまうということで、もう今回シーズン1耐性がかなり重要な要素だなぁと改めて感じましたんで、ちょっと自分実験していいですか？てかもう実験したんですけど、映像ちょっと見てもらいます。これ自分の、舞台なんですけども、相手、必要耐性足りてるんですけど、モニカ、一人で戦ってみようかなっていう無謀な挑戦してみますね。まあ、さすがに、無理かって思うじゃないですか。見ててください。これ。モニカ、一人で、あ、まあ、ドローンもついてますけども。はい、ゾンビ。どうだ？はい。さすがに負けますよ、これは。一人でゾンビ相手はさすがにきつい。舞台、一人だけ増やします。と、その前に、戦闘記録見てほしいんですけど、あとこれ、もうちょっとなんですよ。もうちょっとで倒せるから、追加するのは一人で十分ですね、これ。すごい。2.1M で、戦力 9.4M も倒せそうです。ウイルスの耐性があるだけでこんなにも違うということで、適当に SSR の英雄入れて、はい、倒してみましょう。二人舞台これで勝てるでしょう。すごい発見だ。大発見。シーズン1耐性があれば怖いものなし、決まりました。勝利。はい、それだけです。すごいなって思っただけなんで、ぜひ皆さん耐性が上がったらもう怖がらずにどんどんゾンビを倒しましょう。週末精鋭はちょっとまだわかんないです。また検証してみます。それではご視聴ありがとうございました。